はい、というわけでどうもこんにちは、Kチャンネルです。今回はKチャンネルの中でもなかなかの好評動画、そう、大回り乗車で、大回り乗車なんですけどね、僕結構いろんな場所行ってて、加古川線だとかまあいろいろ行ってたんですよ。まあ姫路の和田山とかまだ行ってないんですけど、他でいろいろ探してもう見つけたんですけど、実は阪急も行けたんですよ。ですから今から阪急の大回りに行きたいと思います。今ねバス停まで向かってるんですよ。でね、先に難波もね行きたいと思います。あそこですね、バス停。はい、で今からここでバスの中で友達とね合流するので、待ちます。では早速行きます。列車が通過し、前4両は大西を通過、黄色い展示ブロックまで下がりください。後ろ8両は前原行きです。2番乗り場、列車が通過します。電車がご注意ください。ご注意ください。では今から JR から阪急に乗り換えます。では行きましょう。はい、というわけで今大阪梅田に着いたので改札出ます。
はい、というわけで今大阪難波に着いたので今から改札を出ます。はい、というわけで難波に着きました。今から道頓堀に行きたいと思います。で、美味しいたこ焼き食べます。はい、というわけで、ナンバー着きました。着きました。ここですね、甲賀流で、ここが三角公園です。はい、というわけで甲賀流で買ってきました。普通の王道ソースマヨです。これね、ちっちゃくてね、食べやすくて美味しいんですよ。いただきます。うん、うん、うん。今から、難波から、心斎橋まで行きたいと思います。はい、今から大阪モノレールに乗りたいと思います。今からモノレールに乗って大阪空港まで行きたいと思います。はい、では今から、大阪モノレールでね、大阪空港まで来たんで今から改札出ます。はい、現在展望デッキまで来ました。ここでね、飛行機とかは見れます。結構ね、神戸空港とかにもありますよね、こういうの。
今から阪急で、モノレールで蛍ヶ池まで行きたいと思います。はい、現在蛍ヶ池にいるんですけど、今から阪急で、大回り乗車スタートします。さあ行くぞ。今からこの電車乗ります。というわけで現在は、僕が好きな宝塚駅に着きました。ありがとうございます。現在が神戸三宮阪急で、神戸三宮まで来たので、今から JR に乗り換えていつも通り大久保まで帰りたいと思います。では行きましょう。はい、改札、阪急の改札出ます。はい、今から JR で、大久保まで帰ります。というわけでね、阪急の 大回り乗車から帰ってきました。まあ、阪急の大回りだけじゃなくて、まあ、先にね大阪の難波も行きました。でね、僕が好きなね雨村にあるあの甲賀流っていうたこ焼き屋さんなんですけど、ね、もうそこ美味しいのでおすすめします。まあ、でね、こんなような感じで初めてね、まあ、阪急の大回り行ったんですけどすごく楽しかったです。でね、ナンバーも行ったのでね、さらにね、楽しさが増えました。というわけでね、これからもね、いろんな動画を上げていきます。というわけでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。
その他にも僕、X やインスタもやってますので、ぜひそちらからもフォローお願いします。それではみんな、バイバイ。